木星半径とは、木星の半径を単位としたものである。記号は RJ であり、RJ イコール 71492km イコール7 1 4 9 2 0 0 0ルである。これは、地球半径のおよそ11.2倍に相当する。木星半径は、以下の単位に換算される。 褐色矮星茶11913から773444と木星太陽との比較構成ケプラー42と木星の大きさの比較木星半径は主に大きな太陽系外惑星や褐色矮星や純褐色矮星稀に小さな構成の大きさの比較に用いられる。これは小さな天体の大きさを比較する上では非常に有効である。 なぜならば、地球半径と太陽半径では、それぞれ値が大きくなりすぎたり、小さくなりすぎたりするからである。木星は太陽系の惑星の中では最も速い速度で自転しており、赤道で測った半径と自転軸で測った半径では、かなりの差が生ずる。そのため、普通は赤道半径を用いる。木星は厳密には、 ケルビン・ヘルム・ホルツ機構による過程によって、熱を放出しながら縮んでいる。しかし、その過程による半径の変化は1センチメートル、年の減少であるため、普通は考慮されない。マルゼン株式会社、立科年表第80冊2007年 ISBN46 億2 1 0 7万7635ハットインタラクティブエクストラ。 ソーラープラネッツカタログ半径高順ザエクストラソラープラネッツエンサイクロペディアハットザプラネッツスーパーワスプハットケプラーディスカバリーズケプラー NASA エクソプラネットアーカイブハットケプラーマイナス十六ビーナ a ハットノーツー s o r 七十エクストラソラープラネッツエンサイクロペディアハットスターケプラーマイナス四十二エクストラソラープラネッツエンサイクロペディア ハットワスプ -12B as a pro-rate.inflated and disrupting.planet from tidal dissipation nature. ハットワスプ -12B.the hotdest transiting extra solar.planet yet discovered the astrophysical journal.hatnotes forcha 11913.extra solar planets encyclopedia. ありがとうございます。